皆さん、こんにちは。ペリオーディスタ・オザワです、えー。今回の動画は、えー、また J1 を取り上げたいと思いますけれども、先ほど終わりました J1 第3節のガンバ大阪と川崎フロンターレの一戦についてお話ししたいと思います。えー、結果は、えー、劇的な95分アディショナルタイムのレアンドロ・ダミアンの同点ゴールが決まりまして、2対2、えー、引き分けに終わりました。試合内容に入る前に、まずは、えー、後半55分、ちょっとね、嫌な崩れ方で、もしかするとアキレス剣断裂かなというような、 えー、怪我に見えましたけれども単価で運ばれて負傷交代した、えー、ガンバ大阪宇佐美選手の回復と、まあ、本当に大事に至らないことを願いたいいたと思います、はい、試合内容ですけれども前半は、えー、序盤からガンバ大阪のハイプレスが効果的でしたね、えーまあ、川崎のビルドアップに対して2、えー、トップのパトリック宇佐美の、えー、プレッシングに対する、まあ、中盤の関わり、連動非常に良かったと思いますし はいえー、開始8分のシーンですけれども、えー、山根のスローインから始まったところで知念に出して、えー、知念が山根に返して、えー、サポートに入って山村。でまあ、山村からゴールキーパーチョン・ソン・リョンにバックパスが入るタイミングでのガンバの、まあ、ハイプレス、プレッシングの形ですね。まあ、そこで 谷口がミスを犯して結果的にガンバーボールとなったというようなシーンですけれども、まあ、ここの時のツートップの形なんか見ても基本的にまあハイプレスでツーセンターバックを伺かがうんですが、まあ、宇佐美もパトリックも基本的にしっかりと立花を抑えながら出ていくというところでこの状況でも宇佐美が立花田を消しながら開く谷口に対して出ていくというところで、まあ、そのタイミングでいう,うと宇佐美がセンターバック谷 谷口に対して直線的なプレッシングをかけたタイミングでガンバのーボランチ、斉藤と倉田の横の並びの関係を縦にスライドさせるということで倉田がしっかりと立花田まで捕まえに出てその時に斉藤はチャナティップ、小野瀬は佐々木を捕まえるためにスライドということで谷口のパスがずれてスローインと、まあ、こういう序盤からガンバは特に相手の バックパスゴールキーパーへのバックパスをスイッチに対してマンツーマンで、えー、ハイプレスを繰り出すというような、えー、アグレッシブなハイプレスハイラインの、えー、守備戦術を実行ししていました一方で川崎の、えー、守備の時も基本的には遠野と、えー、知念が、えー、相手のセンターバックの三浦それから庄司に対して、まあ、外切りで、えー、ウィングが、えーまあ、角度をつけながら外から入っていくということで、まあ、逆に、ね、縦パスのコースが空いてしまうので。 えー、その辺はビルドアップもガンバ大阪も、えー、落ち着きながら、えー、配球をしてしっかりと相手の、えー、プレッシングラインを超えてましたし、まあそれによって川崎陣内で、えー、ガンバ大阪も攻撃をね落ち着かせながら進めることもできていたので、まあ、その象徴的なシーンが先制点34分の、えー、シーンかなと思いますので少しシーン解説をしておきましょう。 はい前半34分、ガンバの山本の見事なボレーシュートで、ガンバ大阪が先制するシーンの展開なんですけれども、状況としては、ガンバ大阪がフィールド10人が全員敵陣、川崎陣内に入っている状況で、川崎も前半はなかなかプレスが空転してましたので、ボールホルダーに対してプレッシャーかけられないと、制限かけられないというような状況での展開でしたと。 でこの状況では倉田に対して、えー、ダミアンが行くんですけれども、まあ、外されて、まあ、そこをそんなに追いませんでしたので、脇坂頼むぞというような形で、えー、任せまして、まあ、その状況で脇坂も、えー、倉田に対してそれほどアグラッシブには、えー、プレスをかけずに、基本的にはスペース管理というような、えー、川崎の守備になってました。でやっぱその時に前半から多かったのは、えー、立原田の脇に対してガンバが必ず2人が、えー、脇を取りに行っていると。まあこの状況でも まあこの状況でも斎藤がしっかりと立花田のえ脇取ってますのでえまあそうなるとえ配置で押し込めてるなというような状況でしたしまあ小野瀬がえ内側に取るので。 えー、高尾が上がるというようなローリングのところでも、えー、制限をうまくかけられないと川崎の遠野もそれに引っ張られる形で、えー、戻ってましたので、まあ、ボールの出どころがかなりフリーな状況で、まあ、結果的には縦パスが小野瀬に入って、まあ、このワンタッチが効いて、えーまあ、全体が絞った中で外の高尾が空いてきたというところでそこからのクロス谷口が、えー、クリアするんですが山本がフリーでシュートを決めると。 いうようよなシーンでしたけれども、まあ、最初から浮いていた高を、ね、こう外を使うのではなくて一回中経由でトントンと相手を集結させてから外のフリーの高を使ったとっいうところは良かったと思いますし、まあ、ただ一方で川崎がボールの出どころに対してやはり制限かけられないで、まあ、スペースは埋めてるんだけれどもあれだけフリーで。 えーまあ、エリアに侵入されるような縦パスを出され、まあ、そこでワンタッチ使われると、まあ、なかなか対応が厳しいなと、まあ、佐々木と遠野の対応を見ていても、まあ、マンツーマンで掴むのかしっかりとスペース管理するのかというところはやっぱボールの出どころがフリーなのでやっぱり判断迷ってましたし、まあ、そこにワンタッチが入ると、まあ、どうしても出遅れるというところは佐々木のプレーなんか見ても感じましたので、まあ、あの辺はもうちょっと決めたいなというところは川崎目線の守備からするとあったと思います。 1-0ガンバ大阪リードの折り返しでの後半は、えー、入りで言うと、まあ、結構カウンターの応酬みたいな形にはなりましたので、まあ、佐美の怪我、それから、まあ、川崎が、小林家永小塚の58分3枚買いをした以降ですね、まあ、一気に、えー、川崎ロントアレペースとなって、まあ、ガンバ大阪の、えー、まあ前線の3ラインのファーストラインのプレッシングがほぼ機能しないと、まあ、そうすることによって、ずるずる中盤のサイドハーフも、 えー、ディフェンスラインに吸収されるような形で、5バック、6バックみたいな、えー、陣形で、えー、なかなかゴール前に人を割いて、えー、なんとかしのぐ、クリアすると。ただまあ、クリアするだけなので、自分たちのボールにできないので、一方的に、 川崎に攻められ続けるというような苦しい展開が続きましたけれども、まあ、その時間帯58分以降ですね、えー、まあ家永が入って、まあ、小林が幅を右で取って、まあ、左に知念が回って、えー、中盤のインサイドハーフというか、まあ、家永がほぼフリーマン的に、まあ、中盤で振る舞うようになりましたので、まあ、川崎前半は左からの、ね、攻撃侵入が多かったんですけども、後半は打って変わって右からの前進が非常に多くなりましたし、えー、言ったように幅を取った。 え小林に対して、まあ、相手をハーバー取ってるんで釣り出すことができるので、えー、うまく内側のレンハースペースを入れながらだったり小塚が使いながらというところで、まあ、その、ねえー、結果的には、まあ、相手陣内で敵陣深くで4局面を全て回してしまって、まあ、トランジション、えー、攻撃から守備の切り替えも非常に早かったですし、まあ、敵陣でのえ即時奪還も、ね、スムースにできてましたので。 まあその展開から75分、小塚の、ね、ドリブルから、まあああやって横にドリブルしても、ガンバ大阪が、ディフェンスラインが非常に低いので、まあほぼ、ノーストレスで大外の宮城に、正確なクロスを入れて、まあちょっと大野瀬の対応もね、まずかったと思いますが、まあ宮城落ち着いて、まあ決めましたし、まあその後88分にね、ポストを叩いたヘディングのシーンなんか見てても、まあもちろん決定力はあるんですけれども、まあ知念もそうなんですが、まあ大外で、 えー、冷静にね、こう、いいボールを待つことができる。で、まあ、なおかつフィニッシュも冷静というところで言うと、まあ、非常にいい、頼もしい若手選手だなと、改めていい選手だなと思って、宮城に関しては、えー、この試合見えましたし、まあ、ただ同点直後の77分、ガンバ大阪が勝ち越し点を決めるわけですが、まあ、そこに関して言うと、まあ、川崎からすると同点にね、追いついて、もう1点という形で多分出ていこうとしたところだと思うんですが、まあ、ちょっと後ろ向きで、えー、そのままプレッシャーをガンバ大阪、 まあガンバ大阪のプレッシャーを受けてしまって、ミスをね、起こしてしまってというところがありましたので、ガンバ大阪の反発力も感じましたので、まあ、いちいち同点でなんとかこのままで終わるんだっていうよりも、ね、もう一回取りに行こうと、前に出ていこうというところで、最終的には片野坂監督541のワイバックのオーガナイズにシステムを変更してね、 えーまあ、守備対応はしましたけれども、えー、ずるずるドン引きするのではなくて、ある程度押し出しながら、規制しながら、まあ、引っ掛けたらカウンターを打つよというような、えー、サッカーに終盤を持ってきましたので、まあ、それが構をして、えー、2対1に勝ち越したわけですが、アディショナルタイムの95分に、まあ、魔物が待っていたと、えー、小林優が待っていたということで、まあ、そこに関してはもう小林の、えー、あの状況で冷静に えー、気配を消しながらゴールキーパーの後ろから出ていった、えー、ボールの、ねえー、ダッシュ、それから、まあ、狙い駆け引き、まあ、そこを褒めるべきかなと思いますし、まあ、もちろん、ガンバ大阪のゴールキーパー石川の状況判断ミスではあるんですけれども、まあチーム全体として、ね、冷静に声かけもできてませんでしたから、まあ、石川、えー、個人を攻めることはちょっと酷かなというふうふには見えましたし、まあ、見事な狙い駆け引きからボールを奪った小林の。 プレート、まあ、それから、それをね、冷静に決め切ったレアンドロ・ダミアンの二人の、えー、得点を褒めるべきかなというふうに思いますので、まあ、結果的には、えー、痛み分けの、えー、2対2引き分けなんですけれども、ガンバ大阪からすると、まあ、勝ち点には当然ね、あの時間帯でしたので、失ったということはできると思いますし、まあ、ただ、前半、ガンバ大阪リード、後半は、えー、まあ、55分過ぎ、58分以降から、まあ、圧倒的に、えー、川崎ロンターレが、攻め込んで、まあ、防戦一方のガンバ大阪というようなね、構図を見ると、 まあ、引き分けが妥当の内容だったんじゃないかなというふうには思います。まあ、いずれにせよ、え前後半でイニシアチブが変わる平行ゲームでしたので、まだご覧になってない方はダゾーンで、見逃し配信でご覧いただければと思います。ということで、えまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。アスタラプロキシマ。